暗殺者の家は1934年に公開されたイギリスのスリラー映画。監督はアルフレッド・ヒッチコック。悪役にピーター・ローレを迎え、拷問ブリティッシュで制作した。イギリス時代のヒッチコック作品の中でも成功した作品の一本。1956年のヒッチコック映画、知りすぎていた男はこの映画と同じ現代だが、ストーリーは変更され、トーンも変えている。 映画術ヒッチコック、トリュフォーの中で、フランソワトリュフォーが、リメイク版の方が優れて見えると言ったとき、ヒッチコックはこう答えた。最初のは、才能のあるアマチュアの作品で、2番目のはプロが作ったと言いたまえ。ただし、これを学面通りに受け止めていいのかどうかはわからない。GK チェスタトンにも、同じ題名の小説がある。ヒッチコックはこの本の映画家権を持っていたが、 題名だけしか使わなかった。娘ベティと一緒にスイスに遊びに来たボブとジルのローレンス夫妻。ルイという男と親しくなり、一緒に舞踏会に参加するが、そこでルイが何者かに撃たれてしまった。ルイはボブに英国領事に届けて欲しいものがあると言い残していき、耐える。ルイの部屋を探すと、国際的暗殺組織の陰謀について書かれたメモを発見。しかし敵は、 娘、ベティを誘拐し、知っていることを誰にも話すなと脅迫する。イギリスに戻った、ローレンス夫妻は娘を取り戻すため奔走する。当初、ヒッチコックは、ロードハウスの制作中と報じられていたが、その映画は、モーリス・エルビが監督した。ヒッチコックと脚本のチャールズ・ベネットは、ブルドック・ドラモンドの国際的な陰謀と赤ん坊の、誘拐の出てくる話を映画化しようとしていた。 タイトルは、ブルドッグドラモンド、エスベビーを考えていた。しかしこの企画は頓挫。ストーリーの骨格だけを利用して、別のものを作ることにし、タイトルは、GK チェスタトンの小説のタイトルから取った。クレジットは、原案、チャールズ・ベネット &DB ・ウィンダム・ルイスになっている。ベネットによると、ルイスは、セリフ担当として雇われたがそれは使われず。 さらにストーリー作りにも寄与していないということだが、確かなことはわからない。ピーター・ローレの英語の映画は、M の英語版に続いて、これが2本目となる。ローレは、ナチスドイツから逃げてきたばかりで、英語を話すことができなかったが、音読で覚えた。ラストの銃撃戦のシーンは1911年1月3日に、ロンドンのイーストエンドで起きた、シュドニーストリートの包囲戦をモデルにした。なお、 知りすぎた男では、この銃撃戦は出てこない。ヒッチコックは、ロイヤル・アルバート・ホールのシーンの曲のために、オーストラリア人作曲家のアーサー・ベンジャミンを起用。この曲、ストーム・クラウズ・カンタータは、知りすぎた男でも使われている。アルフレッド・ヒッチコックのカメオ出演は始まって33分のシーン。ボブとクライブが、礼拝堂に入る前、 黒いトレンチコート姿で右から左へ通りを横切る男がヒッチコックである。1934年12月にロンドンで初上映。ニューヨークでの風切りは1935年3月21日。ありがとうございます。